93式空対艦誘導弾は、日本が開発、配備した空対艦ミサイル別称は ASM-2、1993年から航空自衛隊に配備されている。日本は、その支柱を海に囲まれている地勢から、防衛兵器としての対艦ミサイルの開発に熱心である。1980年代には、造成するソビエト太平洋艦隊の着上陸能力に対処するために80式空対艦誘導弾を独自開発し実戦配備した。ASM-2 は ASM-1 を補完するために新たに開発された国産空対艦ミサイルである。ASM-1 と異なり、集団誘導は赤外線イメージ誘導を用いている。航空自衛隊では誘導方式が異なる2種のミサイルを保有、運用することが対妨害性確保に有用と判断している。開発は防衛庁の技術研究本部と三菱重工業が中心となって行われた。1986年に部内研究が開始され、1988年より試作に入っている。ASM-1 からのファミリー開発であり、88式地対艦誘導弾開発の成果も取り入れられている。開発経費は約118億円。対艦誘導弾の発達、開発系不開発の重点は、長射程化と敵の妨害への対処能力の強化。重要目標へ命中させるための目標選択アルゴリズムの強化である。ASM-1 ではエンジンがロケットであったが、射程の延伸を図るために、ASM-2 ではエンジンが SSM-1 で実用化された TJM2 ターボジェットエンジンに変更された。空中発射方式のため、ロケットブースターは有さないが、カートリッジスタータが設けられている。飛翔の中間段階までは慣性誘導が行われるが、最終段階では赤外線画像イメージによる誘導が行われる。フレア判定などの対妨害能力も有する。赤外線イメージ誘導は気象条件の影響を受けやすいが、電波妨害の影響を受けないほか、ASM-2 では艦の種別判別による目標選択が可能となっている。また、艦船形状判定よりミサイル命中点を指定することができ、艦橋への直撃など、より撃破効率を高めることができる。ミサイルは発射後、C スキマー飛翔を行う。また、目標再捜索モードやボル発射モードなど、各種捜索モードも備えている。弾頭部も ASM-1 より改良され、支援進管を用い、ラベ製に優れた PBX 系策薬に、焼夷剤を加えたものとなっている。外形は ASM-1 とほぼ同様であり、魚雷型の胴体中央部に主翼となる小型の4枚のフィンがついており、胴体後部に4枚の操舵翼がある。これら翼部品には電波吸収材を用いたステルス翼も用意されている。また、エンジンのジェット化により、下面に空気取り入れ口が追加されている。搭載可能な機体は、K-4EJ 海及びK-2 戦闘機であり、航空自衛隊ではK-2 戦闘機を有する戦闘機部隊で運用している。K-4EJ 海は2発、K-2 は ASM-2 を4発搭載できる。K-1 にも2発搭載可能であったが、運用期間のほか、レーダー FCS の問題により ASM-2 の長射程を活かすことはできず、搭載事例は少なかった。なお、中間誘導用に GPS 誘導方式を追加して、誘導精度を高めた改良型の93式空対艦誘導弾の開発が2000年から2002年にかけて行われ、調達がなされている。平成13年度に航空自衛隊第4補給処より ASM-2 の技術改善が作成され、三菱重工業と契約が締結された。契約内容は ASM-2 誘導部の改修であり、改修の対象は以下の通りである。改修内容は以下である。管制装置の機能を管制装置及びオートパイロット装置に再配分。管制装置のセンサ方式を機械式ジャイロから光学式ジャイロへ変更。民用 GPS を追加。オートパイロット電子装置の演算保証計測機能に関し、アナログ方式からデジタル方式へ変更。さらに将来発展性として、オートパイロット電子装置の能力向上が可能であることを規定されている。蒸気の機器を搭載するため、CFT 機材の搭載ポットも回収の対象となっている。蒸気の納入機器を用いたに、各種試験に基づき、航空幕僚監部技術部長より装備部長に対して、空爆機1第12号、93式空、対艦誘導弾の技術要求事項についてが通知され、これにより従来の93式空、対艦誘導弾の使用書が改定された。これが93式空対艦誘導弾である。従来の93式空対艦誘導弾と93式空対艦誘導弾の違いを以下に示す。93式空対空誘導弾では GPS 誘導装置の新規装備により GPS 併用後方機能を獲得したことによって後方精度を大幅に向上させた。また、機械式ジャイロから光学式ジャイロへ変更したことによりジャイロの低価格化とメンテナンス性を向上させている。さらに、オートパイロット電子装置をデジタル式へ変更したことにより、ソフトウェア更新によるアップデートが容易となった。このソフトウェアの更新が後に改善弾となる。なお、GPS 誘導装置は官給品であり、民生品ではなく軍用 GPS 装置となっている。平成20年度に、ASM-2B の技術改善に関する技術要求事項について、空爆技第300号 20.9-18 が航空幕僚監部技術部内で通知され、これをもとに航空幕僚監部技術部長より装備部長に対して93式空対艦誘導弾に対する技術要求事項、空爆技第141号 23.6-28 が通知され、93式空対艦誘導弾の使用書が改定され CPY-0067L となった。これが93式空対艦誘導弾改善弾である。回収の対象は管制装置とオートパイロット電子装置のソフトウェア更新であり、ILCM の向上も図られている。なお、納入品にはソフトウェアが入った外部記憶媒体と特と案が含まれているため、既存の ASM-2B は部隊側で改善弾への回収作業が実施されたと思われる。この改善によって部隊用点検機材により初期値の設定ができるようになり、多方向から目標を攻撃できる飛翔パターンの設定が可能となった。また、追加されたミッションプロファイルは飛翔、誘導、起爆の3項目となっているため、その他の様々な機能追加が考えられる。なお、改善弾の実射試験時には、複雑な経路を上空から確認しやすくするためか、誘導弾の尾部にスモーク発生装置が装備されているのが目撃されている。ありがとうございます。